どうも、たぶやんです。桃太郎電鉄続きやっていきたいと思います。2020年版の桃鉄は楽しいね。まがまがしい紫になっておりますが、5年目、まあキリがいいので、全体マップ確認しましょうか。キングボンビーが前回出ました。陽気日にキングボンビーついております。エンマと私タブヤンが目的地ハギに近い位置におります。行こうか。カードいっぱい持ってるんだよね。12マスっていうか9億持ってるからお買い物を早くしたい。そして現在5連続目的地に到着しております。いけー、どうだ、11無理。どこ行こう。あー、赤マスは嫌だね。まあ、こっち行くしかないか。あ、ちょっと待って、そのじゃなくてこっちで買い物するって言ってもあるな。いくら、あ、いいじゃん。いやでも買い占めれるとこないかな、お前。なんか糸島、あ、買い占めれる。ここ行こう。糸島、糸島、糸島うどん、あまおう1号、3億で 15% はでかいよ。収益高いですよ。億超えで 10% の収益っていうのは大きいよ。やったぜー。あ、たこ焼き屋。キングボンビー発動。現在でもトップですからね。陽気日、あ、金などいらん。出た目の数2億。ボンビ恐ろしや。一振り2億。ハギまで行きますか。さあ5月、ハギまで12マス。特急周遊カード使おうかな。買い物するか北九州で、もしくはゴールするかね。狙っております。どうだ。あ、10マスではゴールできない。でも、あ、対馬行ける。対馬ちょっと気になるな。どんな物件。あー、でももう3億しかないからダメだね。そろそろゴールの近く行くか。次ゴールされたらちょっと連続ゴール狙いたいしね。ここ行こう。ただちょっとエンマが次ゴール入ったら嫌だね。どうだ、鍛えカード。キングボンビー、キングボンビーが明石まで来た。明石のたこ焼き買うんだ。さあまた来た、キングボンビー。あー、金捨てる2連続さあ耐えれるか。2億。陽気日まだ耐えております。1出すな。よっしゃー。あ、ゴールドカードだ。ゴールドカード手に入れた。ハギまで2マスで、ここはもうあれ使おう、スペシャルカード。出し惜しみはしない。進みますか。もちろん2マスです。6連勝。どこまで続くのか。連勝記録ハギ、やったね。6連続一番乗り、3億ボーナス。陽気日キングボンビーキープ。さあ西日本がいいなこれ。どうだ、大久保、韓国タウン。あ、東京の大久保。あら
らまあ、東京か。お、しそわかめ、ウニ、明治維新グッズ。ああ、山口県だから。どうしよう、これ1億夏みかんは買っとこうか。ハギマ焼き物収益低いしやめとくか。どうせ明治維新博物館買えないしね。 OK。 あ、でもこれ東京だからまあまあ近いか、陽気日ね。あ、キングボンビー終わった。さあ、これで陽気日よく耐えたね。借金せずに鍛えカード、下に行きすぎるんじゃないこれ。やっぱり北海道行ってんじゃないこれ。エンマミスったな、これは。北海道、小樽の西。エンマ選択ミスだね。大久保まで61マス。これどうしようかな。飛び周遊カード使うか。大久保まで、あ、そんなに近くないな。宮古、え、宮古って宮古島のこと。綾部にしようか。綾部って京都の綾部だよ。まあ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 、こんなもんでいいか。で、売る。そろそろ飛び周遊か、期待カードな。まあ残しとくか。あ、飛びカード、あ、周遊じゃない、刀狩りカードある。4億高いなあ、特急周遊カードかな。うわ、これ欲しいな、刀狩りカード買っちゃう。いや、でも物件買うの優先するか。優先しよう。はい、ポイント貯まりました。あ、次元爆弾カード8枚持ってたね、確かね。莫大な修理、1億、さらに被害、焼けた焼けた、カードが4枚。あー、まだ次元爆弾。あ、これも1億。あ、もう、あ、まだ600。あ、よかったね、まだ100万残ってる。しぶといな、陽気日。あ、800万、これは払えない。あ、でも陽気日まだ現金で対応できてるね、すごいな。キングボンビー食らったのにね。あ、ヘリポート、あ、ヘリポートって便利だね。あ、だいぶ近づいたんじゃない。あ、これやばいぞ、私が一番遠いぞ。望みカード使うか。出し惜しみせず使います、望みカード。いけ、連勝記録を目指す。あ、岐阜まで来たよ。大久保結構近づいてきてるよ。え、こっちから行けない。え、こっちじゃないの、こっちじゃないの。あ、そうなんだ、こっちなんだ。プラス駅、まあ、プラスでいいか。ああ、いいね、8月のプラス7000万。 OK、 次の銀次出てくんなよ。よし、あ、9個買う。どっちが近いんだろうな、私と。大久保は19マスか、陽気日は。ああ、また変身すんの。キングボンビー2連発はないでしょ。2連発になるのかい。またキングボンビーまあ今トップですからね、陽気がね。8マスか、あと。うわー、エンマ、あ、栗林買わないんだ。意外。
トピックス、陽気比味噌パン屋。うわすごいな、今まさに日本一の食品店だね。大久保13マス、13か、まあ、特急周遊カード使おうか。13ならゴールもあるよ。9マスか。あ、カード売り場、カード売り場でもすりの銀次出てくるの知ったらな。足踏みカード、ぶっ飛びカード、お払いカード、特にいらんか。ぶっ飛びいらんな。足踏みカードの使い方もよくわからんしね、やめとくか。お、どうした。あ、絶好調、キングボンビーいるのに絶好調、そんなのあるんだ。あ、陽気比こんな格好なんだ。怪しく光る、怪しい踊り攻撃、タブヤン社長誘惑。え、耐えた、あぶねー、陽気比の魅力に。陽気比の絶好調対キングボンビーだよね。あ、金捨てる、これは耐えられない。陽気比2億。あ、でもちょっとだけだね。陽気比粘っております。9月、さあハッピーハロウィーン。大久保まで4マス。もうスペシャルカードはないから実力で入るしかないか。4来い。あ、2か。どうしよう。カードのとこ行くか。新幹線カード。わー、怪しい目つき攻撃、エンマ社長。眠ってしまった。うわ、銃来た。どこまで来た。あ、ちょうどにキングボンビーついちゃった。エンマは寝てる。うわー、初めてのキングボンビー、しかもちょうどに入られた、やばい。あ、これはでも特急周遊カード使うか、あえて。くるくる回れるから、ここ大久保のあたり。どうだ、入ったか、ゴール、ゴールできないのかい。どうするこれ。ここでこっちから回って、で今まだ私についてるよね、キングボンで、なすりつけて逃げよう。逃げなくてもいいか。扱い来た、新宿に泊まりました。なんか買える、みかんの国書店。収益低いな、200万しか入らないの。やめとくか、やめときます。エンマ社長まだ200万。エンマ社長弱いな。ゴールしたこれ、あ、ゴールせず。キングボンビーのなすり付き合いが起こっております。エンマ社長そっちのけで、メリークリスマス。ボンビーついてんのか。でもまあ普通にサイコロ振っていいかな、ここは。いや、あえて急行周遊カード使おうか。いや、サイコロ普通に振ろう。1、あー、5か。4、3、2、1、入ったぜー、よっしゃー。7連勝か。大久保駅、なんかこれ横浜駅の使い回しか。やったぜー。
7連続一番乗り、どこまで記録を伸ばせられるのか。エンマ社長、さあどこだ、西がいい、あ、富士宮近い、静岡富士宮焼きそば、あ、全部買えるなこれ、まとめ買い、大久保韓国料理屋か、やりました。え、またエンマ社長だ、うわー、次元爆弾カード、え、エンマ社長よきひエンマ社長嫌いなのかなうわ、寝てるけど寝てるけど、キングボンビーは発動するんだ、やっぱり。あー、デビルたちを呼び出された。トピックス、陽気比すごいな、この味噌パン屋めちゃくちゃ流行ってるな。富士宮まで17マス、まあ移動系はいっぱいあるからね、17マスか、新幹線一気に使うか、使っちゃおうか、ゴールの可能性もある、いけ17、どうだ19、ゴールできるか、あ、できる、連勝記録を伸ばします、8連勝、こうなりゃ10連勝狙いたいね。相手にならんぜよ、よきひエンマよ、目的地に限って言えばね。で、8連続7億エンマ社長が引き続きコンビですよ。やった、これだいぶお金貯まったぞ。どこだ、あ、北海道陸別、一番寒い町、北海道ついに来た。あ、富士宮焼きそばある、みかん園、え、酪農と天然水、もう買っちゃおう、全部買っちゃおう、買っちゃいました。上目遣い、あ、持ち金の4分の1取られた、ひどい、あ、まだ、ひどい、2億取られた、陽気比すげえ、絶好調の陽気比、恐ろしいね土浦エンマはこれ苦しいよ、カードもないし逃げられないし周りにいないしね、金捨てる、うわ2億、そして700万、さあこれ私もぶっ飛ぼうか、陸別北海道に行きたいので飛び周遊カード、これめちゃくちゃ便利だね、飛び周遊カード、あ、鍛えカード使おうか、鍛えカード、レッツゴー鍛え、全然期待って、東尋坊エンマ社長を誘惑、リトルデビルカード落とした、よかったじゃん、よき絶好調、特製デカード落とした、これも借金生活じゃない、エンマゾンビ金捨てる、2億借金生活、あ、これもう抜いたな、エンマをめちゃくちゃ売っております、独占崩れた、売る物件なし、あー、もう無一文、エンマ無一、ここで脱落しました、決算前、陸別まで55マスか、あ、この辺で買い物した、あ、ここめちゃくちゃ買い物できるね、北陸、普通にサイコロ振って、ちょっと
買い物しよう。金沢都会だな、この辺だと。おー、兼六園以外、これ3年プレイの時来たね、ここね。兼六園以外ゲットです。あ、絶好調終わった。カードいっぱい持ってるね。え、フェリーで行くの？あ、飛行機で行くの？フェリーはなくなったのかな？もう全部飛行機なのかな？資源爆弾カード発動。あちゃ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 、1億カード。あ、ゴールドカードがなくなった。ゴールドカード奪いたかったな。あの、なんか9割引きとかで買い物できるやつだったと思うんだよね。10億のやつは1億で買えるとかだったと思うんだよな。決算です。さあ、半分終わりましたね。5年目順位変動あるんでしょうか。あ、まだ陽気費収益あるんだ。肉薄、もう8億でほぼ互角、2強対決になるんでしょうか。っていうか、なりましたね。総資産圧倒的50億。陽気費だいぶキングボンビにやられたね。17億になりました。でも増えてるんだ、この年でも。すごいね、陽気費。さあ、次回から後半戦、もうトップは譲りませんよ。連続目的地ゴール、どこまで記録を伸ばせるか、次回もお楽しみに。さよなら。桃鉄楽しいね。